昨日、金沢市中心部で行われたパレード。 LGBTQ、 性的マイノリティへの理解を深めてもらおうと、当事者や支援者が街を練り歩きました。ニューヨークやパリ、東京など世界各国で開催されてきたこのプライドパレード、北陸ではこれが初めてです。自分がこの生まれ育った街で、自分自身も芸の当事者としてすごく、苦しい思いをしてきたので、その金沢という街で LGBTQ プラスについて多くの方が考えるきっかけを作るこのイベントが開けたことはすごく本当に嬉しいの一言につきます。今日は本当にお集まりいただきましてありがとうございます。イエーイ。パレードを企画した松中ゴンさんです。金沢市出身で、自身も当事者として性的マイノリティの人に対する偏見をなくそうと様々な活動を続けてきました。そんな松中さんのふるさと北陸は、全国的にも LGBTQ に対する偏見が強いとされています。ある調査では、近所の人が同性愛者であった場合に嫌悪感を抱く人の割合は北陸では6割を超え、全国で最も高くなっていました。本当に嫌悪感なのか、たまたま身近にいらっしゃらないと思って感じていることなのか、もしくは情報がなくて知らないだけなのか、実はその数字というのは全然変えられるものなんじゃないかなというふうに思います。LGBTQ の当事者は AB 型や左利きの人とほぼ同じ割合でいると言われています。しかし、東京など大都市に比べ、北陸ではカミングアウトしづらいのが現状です。そこで松中さんたちは、当事者の存在をもっと市民に知ってもらう必要があると、北陸で初のプライドパレード開催を決断したのです。北陸だからこそ、すごくアライの存在は大事だなと思います。当事者の方もちろんいらっしゃるんですよね。でも多くの方はカミングアウトしてないので、隣にいないことになるじゃないですか。隣にいたら、なんかホモとか気持ち悪いとかって目の前で言わないと思うんですね。でもやっぱりいないからそういうのがなくならないし、それってやめてよっていう人もなかなかいない。LGBTQ への理解を進めるために重要なのが、アライと呼ばれる支援者です。この日はパレードを前に、アライの輪を広げようとイベントが開かれました。招かれたのは、 YouTuber として活動する金沢市の同性カップルです。ポピタヤチャンネルのお二人です。拍手でお願いします。どんなサポートだったりとか行動ができるかっていうのをちょっと一人ずつお伺いしたいんですけど、何ですか？本当に些細なことではあるんですけど、例えば身近にそういう LGBTQ のことを否定する方がいらっしゃったら、自分はそうは思わないよとか、令和だからねとか、そうもねとか、そういう風に少しずつ行動していただけたら、そういう国に変わっていくきっかけになるんじゃないかなって思いました。これやめたらとか、一言パッと言える人が周りにいるだけで変わってくると思うんです。だから、人の関係がすごい密なのでは、アライがすごい生かされるんじゃない。生かされてもちょっと偉そうですけど、アライの力が、力が、発揮されるかなと思いましたね。そして昨日、当事者やアライおよそ300人が金沢市中心部を巡りました。目についたのは、笑顔で手を振り返す金沢の街の人たちです。
し、結構手振り返してくれるし、めちゃくちゃ嬉しかったよね、嬉しかったよね、変われると思う感じ取ってくれたんじゃないかなと思います。風土を変えるのは簡単なことではありません。それでも当事者が声を上げ、支援者が寄り添って、この町は少しずつ変わり始めています。実際にパレードした時に周りからどう見られるんだろうとか、どんな反応があるんだろうとか、例えば何か投げつけられたりすることもあるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを考えたんで、そんなことは全くなく、皆さん本当に温かく受け止めてくださっていて、一緒にこう盛り上がろうっていう感じがあったので、想像以上に北陸っていうこの街がすごく今変わり始めてる、なんかこうこの北陸の空気を変えていきたいっていうのが連帯したような瞬間だったんじゃないかなと。